自動車株の未来は電気自動車関連銘柄にあり。今日は2つの成長銘柄をご紹介いたします。こんにちは、ロジャー堀です。今日はですね、もうしばらく話題になっていますですね、電気自動車の関連の銘柄についてですね、ちょっといろいろご紹介をしたいというふうに思います。実はですね、この電気自動車はずっとですね株式市場で話題になっているんですが、コロナのですね影響を非常に受けたテーマの一つです。例えばですね、電気自動車を生産している一番ですね代表的なテスラという、アメリカの会社があるんですが、このテスラはですね、コロナ禍の中でもですねもうどんどん業績を伸ばしてですね、それまで赤字だったのが黒字に転換し、ものすごく株価をですね去年を、今でもなんですけれども上げているという、もう本当の電気自動車の代表銘柄というふうになりました。しかしですね、この電気自動車専門のテスラのような銘柄であればですね、確かにコロナ禍でもですね業績を伸ばせたんですけれども、電気自動車関連のですね多くの銘柄はですね普段は普通の車をやったり、あるいはその普通の車の部品をですね作ったりしてるわけですね。でそうしますとですね、この昨年からのこのコロナ禍によってですね、自動車生産がやはり非常に厳しい状態になってですね、今期の業績は非常に厳しいという銘柄が多くなっています。そうするとですね、話題の電気自動車関連の銘柄であっても今期の業績が悪いということでですね、株価がまだ安いという銘柄もかなりあるんじゃないかなと思います。ですので、そういったですね、銘柄を狙うということも考えられますので、今日はですね、そういった銘柄を一つ、そしてもう一つはですね今ガンガンいってるですね業績もいい電気自動車関連の銘柄を一つ、この2つをですねちょっとご紹介したいなというふうに思います。ではですね、ちょっと最初のですね銘柄をご紹介したいと思います。こちらのチャートをですね、ちょっと見ていただきたいんですが、日本高度紙工業というですね、紙の会社じゃないかと、もうこれが電気自動車とどう関係があるんだというですね、一見社名だけ見るとそういう銘柄なんですが、実はこの銘柄をですね電気自動車関連の銘柄として昨年のですねこの秋ぐらいからどんどん株価を上げてきている、銘柄の一つです。市場はジャスダックにですね、上場しているんですが、これの銘柄ですねどんどん上がってきているように見えます。でちょっとですね長期のチャートを見ていただきたいんですが、5年のですねチャートを見ますとですね、実は2018年の年初にですね、株価が3675円までですね上昇しまして、その後ですね2019年はずっと下がってきまして、で2020年のですね初期のところまで下がり続けていたわけですね。でここから電気自動車関連銘柄としての注目を浴びまして、反発に入ってきているということです。ですからさっきチャートでですね短期的なチャートで見るとただただ上がってきているように見えるんですが、このですね長期のチャートを見ますと、実は3600円ぐらいのところからの、下げからの反動だというふうに見ることができるということがわかると思います。そうするとですね、おのずとまず第一目標というのはこの時の高値3675円が第一目標ですよねということがわかると思います。こんなふうにですね短期のチャートを見ても、ちょっと上昇、のですね、目標値がわからない時はですねこういうふうに長期のチャートでその銘柄をもう一回見直すということが必要になると思います。でこのですね日本高度紙工業というのはですねどこが電気自動車関連なんだというとですね、ちょっと難しい話になるんですが、この日本高度紙工業というのはですね確かに紙を作ってる会社なんですが、その紙の中心はですね、絶縁体のですね紙なんですね。でこの絶縁紙というのはですね、ハイテクの、製品を作る時に非常に有効なものです。電気と電気の間をですね絶縁させることでですね電気を通したり、通さなかったりということができるわけですね。で例えばその電気自動車をですね作る時にですね燃料電池というものを使うんですが、その燃料電池のですねセルといわれる区切りがあるんですけれども、そのセルの間にですねこの絶縁子というのを入れます。でこのですね絶縁子、これがあるからですねこの電気自動車が有効にですね、走るということになるんですが、例えばですね絶縁体っていうのは他もいろんなものを使えるんですけれども、この部分にですね紙を使うとですね非常に安くて軽いんですね。ですから電気自動車のようなですね軽量化が非常に重要な、こういった製品の場合はですねこの日本鉱土工業が作るようなですねものが非常に有効になってきます。ですのでここにですね注目を、株式市場も注目をしまして、去年からですね電気自動車関連の代表銘柄の一つとして上がってきてるわけですね。で業績もですね実は非常に良くてですね先月ですかね、先月末ぐらいにですね、業績予想の上方修正を出しています。純利益がですねそれまでの予想の 2.5 倍、17億円になるということで、配当もですね、増配の発表しているということですね。そんなこともあってですね、株式市場では今や人気銘柄の一つなんですが、さっき申し上げましたように前の高値まではまだ2割あります。ですので、狙い目の一つなんじゃないかなというふうに思いますね。でですねもう一つちょっと、チャートをご覧になっていただきたいんですが、この名電社というですねこれは本当に古い企業で、昔からですねある会社です。もう僕が、若い証券会社に入社した時からですね注目している人がいっぱいいる会社なんですが、このですね名電社という会社も非常に技術力の高い会社です。で何やってるかというとですね基本的にはモーターやですねインバーターの、技術会社です。でこのモーターやですねインバーターというのは、いろんなところで使います。例えばこの電気自動車のですねモーター、これにもですね、非常に有効ですし、例えば風力発電の風車、こういったものにもですね使われる非常に重要な、ハイテクを使いこなすのに非常に重要な部品なわけですね。でこの電気自動車ではですね実は三菱自動車がですね国内で先んじてですね電気自動車を開発しました時にこの名電社のですね部品を使ったということで、名電社がもう電気自動車の初期からですね、電気自動車関連の銘柄の代表銘柄の一つというふうに言われてきます。ただですねこの名電社、やはり先ほど申し上げましたようなですねコロナの影響で昨年の業績がですね結構落ちてしまいました。で電気自動車関連と言われてますけれども、まだですねそのグループの全体の売り上げの中のですね電気自動車関連っていうのはまだ 10% もいってない程度なんですね。ですからこれから電気自動車がですね普及するにあたって、どんどんその電気自動車中心のですね事業構造にしていくということを考えるとですね楽しみな銘柄なんじゃないかなというふうに思います。昔からの株式投資のですねファンが多いということもですねこの名電社の一つのですね魅力になってるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとですねこれも短期のチャートだけでなくて5年のチャートもちょっと見ていただきたいんですが、名電社のですねチャートはですね長期的に見るとですねボックス圏の相場にあるということがよくわかると思います。このですね5年間この大体ですね1300円ぐらいからですね2400円ぐらいでしょうかね、この辺のボックス圏をずっとですね、繰り返してきました。しかしですね今回電気自動車関連の銘柄だということで、今までですね上が2400円ぐらいだったのがですね、2927円、要するに3000円近辺まで株価がですねこのボックス圏を上っ離れたわけですね。でこういった動きになるとですね上昇波動の今後、相場形成をするか、あるいはボックス圏を上にですね持っていってですね再度この3000円からですね2500円ぐらいのですねボックス圏になるのか、こういったですね、チャートの動きが期待されるんじゃないかなというふうに思います。このボックス圏の動きがですね、500円程度上に上がるんじゃないかなと、そういうことですね。そう考えるとですね、この今の2300円という値段もですね、まだまだ買える値段かなというふうに思います。一旦このですね、しばらく動いてなかったところからカクッとちょっと下がったところですね。でただPBR というですね指標で考えると、この名電社のですね PBR が1倍、つまり割安度が出るですね株価っていうのは実は1850円ぐらいなんですね。でもしですね、今日経平均がすごく好調ですからいいんですが、大きくですね日経平均が崩れるといった展開になった場合にですね、もし名電社の株価が2000円を切って来るとですね、 PBR1 倍のところにですね近づいてくると思いますので、そうなったら絶好のですね買い場になるんじゃないかなというふうに思います。先ほどですねちょっと最初にご紹介した日本高度志向業、これは上昇波動の中に乗っていく銘柄です。でこの名電社の方はですねボックス圏にありますから、できればボックスの下の方を狙ってですね買いに行くという銘柄ですね。この電気自動車というですね成長産業の中でもですね、こういうふうにボックス圏の割安銘柄とですね、こうずっと上がっていくような成長銘柄とに株の性格が分かれますので、皆さんこういったですね投資のする時はですね、その銘柄の性格も人間と同じように一人一人の性格が違いますから、こういったのをよく見てですね投資することも大事なんじゃないかなと思います。皆さんLINE 登録をしていただけるとですね、無料のウェブ講座でこういった投資の手法についてですね基礎からいろいろご説明をしておりますので、そちらの方もぜひ登録をしてみてください。以上ですね電気自動車について関連銘柄のご説明をいたしました。